はい、ということでですね、学生復興会議一度終了したんですが、毎回、IFIAM ではアフタートークってなってるんですね。はいはい、だから終わった後に、わりかそのまあ軽くね、軽くっていうか、そんなにガチじゃなく、うん、感想戦みたいなのをやってるんですよ。感想戦なんで、ちょっとそれをね、せっかくなんか視聴者今いっぱいいるみたいなので、ちょっとやらせてもらおうかなと思うんですけども、じゃあ感想戦ということで、じゃあまず見てて、ちょっとさっき出てなかった2人に自己紹介してもらおうと思うんですけど、はい、はい、松田さん、どうも、はじめまして。はじめまして。東北学院大学法学部4年の松田根北と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松田さん、見ててどうでした？すっげーみんな農業について熱いなと思っていて、ね、実際そういう考えだけでなく実行している方もいらっしゃるので、すごく面白いなと思って聞いてました。なるほどね。じゃあ次にこっち。はい、東北大学法学部2年の西博之と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうだった？はい、本当は一番最初から来たかったんですけど、ちょっとチャリがパンクしまして、どうなったんやちょっともう、本当に一番あの農場のところは全部来たかったんですけど、はいはいはい、無理、途中から見てて、まあ、根本さんとかとあのリルーツでご一緒してるので、すごい、まあ、農場問題、うん、取り上げられてるのはそもそも割と珍しいな。確かにね、あんまりこう、取り上げられることがないので。そうね、農業の話そもそもな、学生がしてるってイメージないもんね。ないね、うん、そこなんとかしてなってのはすごくあって、だから例えば俺とか2期とかって、だから俺文学部だし2期法学部だし、多分一生農業関わらない可能性もあったわけだよな。なかったと思います、うん、震災なかったら。そうで、震災の中でまあリルツという団体で、まあ、農家復興っていうのをやってるうちで、あ、農家ってこんな大変なんだっつってな、だんだん知り始めたっていう、まあ、一個その、なんだろうな、視野が広がったっていうのがすごくある。そうです、ね、今回の地震でね。じゃあ、ジョキさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？出てみて、喋ってみて、最初すごく緊張したんですけど、討論していくうちに、なんか、まあ、緊張も解けたのもあるんですけど、やっぱ日本の農業はこのままじゃいけないし、皆さんの話を聞きながらそういう意識がより高まったっていうか、若者からどんどんもっとアクションしていかなきゃいけないなっていうのは本当強く感じました。このままじゃ本当にダメだわ。よく思うのは、あの農業って元から相当厳しかったと思う。元から厳しかったのに、今回の震災でも本当に自力になっちゃってる状態、だからやっぱり本当にたくさんの若者を中心に力が必要なんだなと思いますね。どうですか、結構全然勝てなくてもいいんだけどね、多分勝てない方が多分強いだろうから、まあ、実はさっきもすげえ面白かったけど、青木どう出てみて。なんか普通に俺自分の考えを話すのめちゃめちゃ好きなんで知ってる。そう、いやただね、ちょっとパソコンがね、足が短いんでこうやってやってちょっと大変だったなと思ったんですよく頑張った。いやちょっと頑張ってました。ね、眼鏡はまだまだ取っときますけど、まあ、やっぱりこの放送見てくれた皆さんがなんか農業に関してちょっと考えるきっかけになってくれたらなって、やっぱり僕は一番その農業の大切さとか、その食に対する大切さっていうのを伝えていきたいっていうところが一番強いので、まあ、見ていただいて変わってもらえればと思いながら、声を裏返りながら話してました。声を裏返ってんのと、メガネ外せネタはやったら入ってほしいからね。そうですね、ちょっとこれはまだまだ引っ張りますわ。もうちょっと場を温めてからでしょうか。24時間、じゃあ23時間目ぐらいで外すか。おっと、明日も来なきゃいけない。縦軸でいつ外すのかっていうのは、あ、これなんかいつ外すのかかけるっていうみたいな、ぜひね。やったらね、すごい近くですね。しゅうさん頑張って、なかなかね、おっ、ケンタニーやった。いろんな方々、見たい、何か。ねえ、こんなに意見もらいましたよ。これね、本当にこの話はでもちょっとね、やんなきゃいけないからね。セシウムさんが一緒。いやでも本当にこれすごい大事で、農業経済で、あの、の日本農家の食料の品質っていうところで勝負しようと思っていた矢先にこれやられたったから、本当に校舎の大変、これさ、どうしようもないのか、ほんとさ、
例えば野菜に対して放射能を除去する除染とかってできないですか？と、うん、除染して、うん、じゃあ皆さん安心ですかっていうとか、確かになんか もともと汚かったもん洗ったから大丈夫だよって差し出されて、うん、まあ、泥ぐらいだったらいいですけど、うん、例えばドブに一回落としたの洗った綺麗だよグーっつって出されて食いますかっていうところなんです。イメージは、ね、そうなんです、イメージがすごい大事。いつなんですか？今でしょ今でしょ、あ、今でしょ。いやでも今行ったら一般ピーポーと一緒なんですよ。ここで今行かないのが青木クオリティみたいな。どっかで聞いたな。投資ハイスクール、投資ハイスクール、もう現役の投資にはお世話になってませんよ。いつやるか、今でしょっていうですね。なんか、いや、笑わされた。飽きてる、秋葉忍者飽きてる。秋葉忍者秋葉忍者、さっきはしょっちゅう飽きてるんだよ。本当にいい加減にしてほしい。いい加減にしてほしいでね、なんか、さっきから持ってる赤いの何っていう質問があって、そう、気になってた俺も。彼女は秋葉忍者の彼女じゃないです。彼女じゃないのに。彼女じゃないのに。かわいい感じ。いつもは男役のタビー君が出てるんですけど、はい、今日はあの女の子の方の彼女の方の、うん、キャサリンが出てる。キャサリン全然タビー関係なかった、うん、タビー子かなと思ったけど、キャサリン案外結構しっかりしたの。意外とキャサリンです、ね、意外とキャサリン。タビーはね、物資の質が使えるからここにいながらあそこでつぶやけるっていう、おお、すごい。で、その子ちゃんのお膝に戻してくれっていうことで、あー、青木も膝に戻してほしいね。ということで、菊田、希望がちょっとないということで、ない、そっか、ぜひね、あのね、まあ、秋葉忍者タビー、何が、タビーがどういうキャラクターなのかっていうと、うん、まあ、その、秋葉原をね、あの東京の方でも実は、この、笑顔311プロジェクトってやってまして、で、仙台のが、If I Am で、東京のがプラススターターズって番組なんですよ。で、その2つで、笑顔311プロジェクトになってるんだけど、まあ、そっちは東京の方の事務所にいる、あのキャラクター、公式キャラクターみたいな感じで、笑顔さん一時公式キャラクターにもなりつつある。ストラップもありますよ。ストラップもあります。それってどこで買えるんですか？それはね、どう買える。おー、まさにすっげー準備いい。買えます。準備いい。じゃあ、しかもなんかちゃんともうかけるやつまで作ってある。すっごい準備。タビーストラップありますよ。タビーストラップ、タビーはね、だから秋葉忍者なんで、もともと伊賀だっけ、甲賀、伊賀出身なんで、ああ、じゃあ、うん、どっちか分かんないけど、確かに体術系の伊賀の出身なんだけど、まあ結局、あれなんですよ、あのメイドカフェ通っちゃって、はいはい、上京してね、そうそうそう、ちょっとこのフリフリ可愛いみたいな、で、なんかキャッチとかに引っかかっちゃって、で、なんか一緒にだから、もえもえじゃんけんとかやっちゃって、で、その結果、まあちょっとね、こうなっちゃって、お金なくなっちゃって、伊賀に帰れなくなったと。いう秋葉忍者タビーっていうキャラクター。帰るよ、忍者だろ。で、笑顔で社畜になってる。社畜になってる。社畜になってる。絶賛社畜中です。ちょっと言えなくなってきてるぞ。まずいぞ。疲れが、疲れが。どう ?2 人、いつまでいてくれますか？あと20、あと20時間ぐらいありますけど。20時間ぐらい。俺でも明日いる。エルモ説出てるんです。そっかそっか。すごいね、あと20時間も。エルモ説出てるけど。エルモ説、エルモじゃないです。エルモ説。俺もエルモだと思うさ。赤いけどエルモじゃないよ。赤っていうと強力なエルモっていうライバルがいます。確かに。なるほどね。新メッセージ7件。以下でござる。アキの選手も最高です。ありがとうございます。キャサリン可愛い。いつ外すのかがもうね。いつ外すの？でっかくすぎて。確かに。戦国さんのと勘弁してほしいです。はい。ユーストに繋がる明日の教育支援終わったら走りに行くかもです。ありがとうございます。ありがとうございます。ストラップお買い上げ、お買い上げですか？どうですか？お買い上げ。お買い上げないですか？え、ピカバイ。ミキが。まあ、大人がいる、大人がいる。やったね。その棚も全部くれって。ミキ君、今日入ご購入ありがとうございます。言えなくなって。言えなくなって。結構なんか際どい1時半っていう髪型したよね。いや、ちょっとまずいなんて。ダメだ、ほんとに。はい、ということで、ただいまね、45分です。わ、45分。はい、こっからですね、また、今度はライブになるのかな。おお、あと10分つなぎます。あと10分つなぎ。あと10分でライブになります。ということで、そちらはい、あ、なるほど。それまで頑張ってつなげとあ、頑張って。頑張ろう。じゃあ何トークします？何トーク、何でもいいよ。
さっきのさ、ノーガールじゃなくてさ、あ、ノギャル、あ、これ、あ、大きい方がいますよ。俺、ノギャルもっと知りたかったんだけど。いや、うちの、うん、まあ、研究室の先生が、ノギャルとウギャルってのもいて、ウギャル、ウギャル、その辺を研究しているんですよ。研究してたの？長谷部先生っていう、あの農学部の面白い教授の方がいらっしゃったんですけど、はいはいはい、あの、ノギャルっていうのは、うん、渋谷にいるギャル、の中でちょっと農業興味ありますみたいなやつを捕まえてっていうか、彼女が自主的に農業をやろうと米作って、その渋谷米っつってブランド化してるんですよ。へえ、まあ結構可愛い女の子がなんかもうピンクの長靴とかで、ケーブルすごいとかって言いながら、あの田んぼの中入ってやってるんですけど、ちょっとなんか映像見てすげえなこれって思って。でウギャルは同じように農業だけじゃなくて、あの漁業に関してもちょっとノギャルを見て、あのよくあるじゃないですか、あいつらマジ見やけんだけど何中だよみたいな感じでウギャルもやろうっていうので、あの漁業をやってるウギャルっていう人たちがいる。ウギャルっていうのはあれか、魚か。そうなんです。漁業っていうのは実際に船に乗って海に出てくる、なんかいろいろチームがあるらしくて、その船に乗って行くチームもあればっていうところですね。なんかさばいたりとか、加工の方、そう、加工の方とか、なんかいろんな体型がいるんですよ。その中で、あの、まあ若いすごい女、もっさーっとした女の子が田んぼの中で何やってんねんっていうのがめっちゃ面白いよねっていうのがすごいです。あと、あの、また余談なんですけど、僕の出身群馬県の嬬恋には、あの、ゴスロリファッションでトラクターを運転している可愛い女の子がいます。それなんていうの？いや、それは、あの、テレビで一回見ただけなんで、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ちょっと群馬 PR の辺にしとこうかなと。愛嬌心半端じゃないからな。いや、ほんと群馬大好きなんで。群馬県民の群馬愛すごいよね。いや、本当に群馬大好き。はい、秋葉原ではメイドさんと一緒にビルの屋上で米を育てています。へぇ、米ですね。メイドさんと一緒に、あ、じゃあ美味しくない。ビルの屋上で、ビルの屋上で育てられるんですか？はい、バケツイネというか、バケツイネ。あ、じゃあ小学生がやってるのと似たような。はい、4年目です。バケツイネ。へぇ、じゃあメイド、中野さんメイド服は見られます。ああ、残念ですね。非常に残念。非常に残念です。そっかそっか。だからやっぱ入ってさ、面白いとかさ、可愛いとかさ、そっからの方がやっぱりハードル低いよな。いや本当に、そのギャップがね、またね、面白かったです。そっから入ってって、あれ農業ってすげえいいんじゃないのみたいになって、それが一番いいかな。一緒にノギャルやりますか。ノギャルってイメージ。でもこの城吉がリルーツに行けばちゃんと畑とか耕してるんですよ。お、あ、こんな可愛い感じのイメージ悪いイメージ悪い。大きなクワを持って普通になんか OL って言っても通じそうじゃん。カールがくるくるやん。そうそうそう、カールとか走ってる。でもこの城吉も土日になるとちゃんと、てか今日行ってきました。今日行ってきました。写真とかあると見たいな。あ、確かに写真とかね、見たい。写真は多分リルーツで検索すれば毎回、あの、働いてる我々が出てくるよね。 Facebook とかでも、そうそう、あれかな、リルーツで検索してもらえば出てきますと。Google 先生が、Google 先生久しぶりにノーマルな姿見たんで。確かに、最近すごい飛ばしてたから。基本的にふざけてるから Google の最近ちょっと遊び心はすごい。はい、何ちゃんだっけこれ。これはリリオです。リリオ？リリオです。リリオ。名前がモサモサするのが特徴。よかった。リルちゃんとかって言わなくてよかった。リリオです。リルオくん。リルオ T シャツありますからね。お、リル T？ 今リル着てない。持ってかれない。選択中なんですよね。明日花見で着るんで着てる。あ、明日花見あるんですね、リルですね。お、花見大事から。僕24時間でいないんですけど。お、攻める。攻める目元。あ、ありだね。西公園で1時から。西公園で1時から。私もいます。あれ、ライブ中継みたいな。あ、なるほどね。ちょっと中継、こちら西公園ですね。盛り上がりが大変なことになっています。ライブ中継。そんなやかましい。
はい、リルーツはただじゃないっていう感じでこういう作業風景もあったりしてますね。なんか本当に農家みたいなことやってますね。ほとんど農家でお手伝いっていうレベルじゃないですよね、うん、もうほとんど、あとリルーツファームって言って、うん、リルーツファームの話してなかったんですよ。農場持ってるんですよ。え、マジで、うん、農家さんで、うん、まあ、休耕地じゃないですけど、うん、ちょっと怪我してて、うん、作業してる農家さんがいて、うん、そこの農家さんから畑をお借りして、うん、フルーツメンバーでへぇー、すげー。 え、何作ってるんですか。小松菜と、うん、雪菜とか、雪菜、雪菜とか、あとネギとかもね。そうですね、ニンニクも。そうです、ニンニクとか、うん、結構いろいろ育ってるんですけど、ブサイクンにあるんですよ。ブサイクン、はいはいはい、形があんな綺麗にできないんですよ。絶対に加工すればなんとかなる。大丈夫。そう、だから結構食っちゃえば一緒。作るの大変なんだなって思って。本当に作るの大変なんだ。ボランティアさんにプレゼントしたりとかもしたかったんですけど、あまりにも部下はいはいはい、なんか人参がやらしい姿になってたり。そんなことないです。そんなことない、そんなことではない。もう12日だからって。そこまで言ってくれれば、そこまで言ってくれればネタになるけど、ね、逆にね、逆に売れると売れるかもしれない。そう、鳥に食われまくってます。あ、鳥にも食われちゃう。すがね、鳥がもうガンガン食うのよ。そうなんすか。だからやっぱりその何、農薬とかって大事なのかな。農薬使わないで育てると大変だなって、大変だなって思います。身をもっても美味しいよ。簡単にね、なんか農薬使わないでって言うんだけど、うん、じゃあ人間ってどうなのって言った時に、うん、誰だって予防接種してるんですよ、はいはいはい、その予防接種すらしないのかっていうところで、農家はすごい頭を悩ませながらやってるんですけど、じゃあ農薬作んないで作ったからって高く売るかっつったら、そんな割合としてはね、出なかったりして。その辺は結局さ、買う人たちのさ、考え方にもよるよね。そうなんですよ。何を大事にするかで、安いの大事にしちゃったら、やっぱりいくら農家の方が頑張って力入れたってさ、売れないってことがあるよね。あとは今日ここに来る間の、たまたま流れてきたツイートで見たんですけど、有機栽培をやってくれって言った人たちに合わせて、有機農法をしていったら、放射能が出た瞬間にその人たちが離れてた。で、除染してくれって言った人たちがいたから、除染して安全基準を満たしたのに、その人たちが離れてた。それはすっごい農家にとっては裏切りしかないんですよ。本当に目の前の人たちを喜ばそうっていうので米を作ってる、うん、僕のうちなんか旅館に納めてたんで、その旅館の料理長の人たちともっとこういう風にならないっていうので試行錯誤を繰り返しながらやってる。やっぱりそこで使ってもらえるっていうところ、信頼関係があるからこそできることなんですけど、やっぱりね、そういうことをやられてしまうと作る方としても結構なんか本当に次こそは大丈夫なのかなってためらいとなってます。不安になるよね、本当に。本当になるほどね。だからその、なんだろう、農家側だけじゃなくて買う側、そう、買う側だったら誰だってなれるわけだから、うん、だからそっちの考え方ってのも大事なの、うんうん、安くて安全なのは誰だって求めるんだけど、うん、だったらあなたは代償を払えますかって、そう、ね、農家が負ってるリスクもちゃんと、うん、買う側を追ってくださいっていうスタンスが大事。勇気で作ってくださいって言ったら、勇気で一生懸命作ったらそれを買ってあげるっていうさ、うん、高いっていうものを分かって、うん、しかも買うっていう覚悟の上でそれを言ってほしい。確かに、うん、安い、安かろう悪かろうっていうのを日本人はもっと分からなきゃいけない。そうだね、安かろう悪かろうか、うん、なるほどね。なんかすごい、パシられてる。パシられてる。青木焼きそば缶買ってきて。青木焼きそば缶大好きじゃない。間違えます。でこの前、うん、あの普段声優とかスーパーマーケットで30円ぐらいでもやし売ってるじゃないですか。業務用スーパー行ったらそれぐらいの量が入ったやつが5円で売られてる。5円本当に安い。5円とんでもないな、この利益言えるか。どうやって農家利益出してんの。本当だよね。もやしはちょっとわかんないんですけどね。なんか暗いところで普通になんか簡単に育つっていうのを聞くので、なんか一概にとは言えないですけど、でも確かにその5円で売られてるもやしも、あの農家かどうか工場かわかんないんですけど、誰かが育てて、しかも運んで、で店頭に出て、それぞれが利益を出してるんだから、そうだから相当利率薄いわけですよ。でいろんなのが重なっていく中で、じゃあ農家に最終的に残るのがいくらってなった時に、そう、何パーセントが残るのかって、うん、スーパー行った時になんかそういうこと、うん、これが出てきてるのにどんな歴史があるのかみたいなね、そう、本当に考えてくれたらいいなって思うね。
ということで、はい、時間がやってまいりました。ということでですね、まだまだ続きますはい、イカイアム、50回記念24時間配信まだ20時間ぐらいございますなるほどね、相当すごい、はい、相当すごい。ここからここからが本番、結構本番早いところから入るんだね。じゃあ今度、アコースティックライブになるんですかね。おここからブレイクタイム、1時からブレイクタイムらしいですけど、アコースティックライブになりますので、ぜひ皆さんご覧くださいということで、じゃあ今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いちごみ